はい、どうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書シリーズになります。今日はこちら、中学定期テストの対策ワーク、社会公民になります。こちらはですね、もう定期テストの定番ですね。もういい教材です。数学も英語もね、もう本当にいい教材、理科もですよ。いい教材なんですけども、こちらの社会を今日は紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ説明していきたいなと思います。まずですね、この教材っていうのは定期テスト用、受験用、予習復習用、もう完全に定期テスト用になります。ただしですね、公民という分野はですね、もうテスト対策っていうのが受験対策にも結構つながるんですよ。なぜかというと知識量が少ないから範囲めちゃくちゃ狭いんですよ。なのでこの教材やって、まあ、受験の基礎としてやって、で受験問題を解くっていう形を取れば、まあ、十分ね受験に通用するような形になると思います。なのでこの教材を最初にね導入としてやってみるっていうのも、定期テストと同時にねやってみるっていうのも手かなと思います。またですね、この教材レイアウトはまあほぼねどの教科も一緒なんですけども、まあ、分かりやすいですね。すごく本当にテストっていう感じなので、まあ、基礎、標準、応用みたいな感じでも分かれてますし、総合テストっていう形でね、確認もしてくれるので、すごくいい教材です。ただ、一つだけ注意点なんですけども、どのね、公民の教材もそうなんですけども、ちょっとやりすぎ感。定期テストっていう標準に合わせてるのにかかわらず、さっきも言ったんですけど、受験と定期テストもほぼ重なってる部分があるんですよ。で、ちょっとね、やっぱ定期テストより上のね、内容が出てたりとかするんですよ。なので僕はね、正直公民っていう分野に関しては教科書だったりとか学校のワークっていうものを徹底的にやる方が定期テスト対策としてはぴったり合うかなと思います。この教材をやってしまうと正直やりすぎ、ちょっと難しいんですよ。出し方もちょっと違うなっていう感じがするので、なので、まあ、確認用としては使ってもいいかもしれないんですけども、ただ定期テストを本当にがっちりね、もう対策を取りたいっていう形であれば、この教材よりも学校の教科書ワークをも徹底的に3回、4回、5回ってやった方がいいかなと思います。そこら辺ちょっと考えていただいて、で購入するかどうか決めてもらった方がいいかなとは思います。またですね、国会とか、まあ、政治ですね、選挙とかっていうのは、時々コロ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 変わるんですよ。で、この教材2016年に更新っていう形になります。僕らが持ってるのが2015年の教材なので、なので選挙権が18歳に引き下がったかどうかっていうのは確認今取れてません。なのでそういったね、ちょっと変わってるなっていうところも一回確認してもらって、まあ多分変わってるとは思うんですよ。2016年に更新されたっていうことなので。なんですけども、そこら辺も一度ね、確認していただいて、購入していただいた方がいいかなと思います。ぜひ参考にしてください。またね、問題集参考書紹介シリーズめちゃくちゃやってますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。